10月13日、石丸氏が自身の YouTube チャンネルでライブ配信を行いました。終盤、以前リハックで対談をした国民民主党の玉木代表について、なんか、ちなみに皆さん、誤解をされてるんじゃないか、と思うんですけど。と、ブレ。僕個人的には、国民民主党も、その議員も、嫌いですよ。と、胸の内を明かしました。まずは、その一部始終を、ご覧ください。だからちなみに、皆さん、ちょっと、勘違いというか、誤解をされてるんじゃないかなと思うんですけど、僕個人的には、国民民主党、党も、で、その議員も嫌いですよ。はっきり言っておきますけど。もう一回言いましょうか。国民民主党も、その議員も嫌いですよ。で、そこで理由がちゃんとあって、というのは、都知事選の後、国民民主の人が、僕に対してなんやかんや感想を述べられてるんですけど、その感想が、なんというか攻撃的というか、僕のこと嫌いなんだなっていう内容だったから、僕も嫌いになったっていうだけです。さあ、そうです。自分のこと嫌いな人間好きにならないでしょ。なので、個人的にはです。個人的には。例えば、これ、多分そうだと思うんですけど、鳩山さんっていう人がいて、が言ってたのが、これもうね、なんか元の投稿が消されちゃってて、誰かのリポストの残骸しかないんですけど、石丸氏は論理的で人格的にも素晴らしいには該当せず、論理的ではなく人格的にも問題があるに該当するみたいなこと言われてたんですよ。これ誰か確認されてます？違うのかな、これ僕の読み違い。鳩山さんという方がいらっしゃいます？なんかの候補で出てるのかな、多分今。結構この批判はひどいですよ。だって論理的、論理的云々はいいじゃないですか。人格的にも問題があるですよ。政治家が一般人、候補者だったにしても、ね、当選してない人間に対して人格的に問題があるって言ってるんですよ。この人国会議員じゃないの？だとしてもですよ。政治家を目指してる人間が、まさにこれ個人攻撃ですよ。人格攻撃、ダイレクトにやってるわけじゃないですか。いや、すげえなと思って。一体、あなた様はどなた様ですかっていう。よほど徳を積まれた方。いや、でも、徳積んだ人間、こんなこと言わねえだろっていう。パーソナルアタックをやっちゃダメって、習わなかったのかな、どっかで。知らないのかな、国民民主党の人は。玉木さん、これご存知なかったんですか？もう一個あるんですよ。そう、新馬さん。新馬さんもね、僕に対して、都知事選の後、コメントしてるんですよ。ちょっと怖かったと。聞く人もいるのではないか。政治家になるなら包み込む温かさと柔らかさも必要だと。これは単なる感想なんですけど、でその後ね、今後の身の振り方に関して、広島一区への立候補を挙げたことにも違和感があった。どういう政治姿勢で何を目標にしているのかと疑問を投げかけた。そんな批判っぽい批判じゃないんですけど、ただ、批判ですよね。何かしら悪く言ってるっていう、そのニュアンス十分あるじゃないですか。幹事長がね。いやいや、待てと、国民民主党。幹事長がこのスタンスであったにもかかわらず、いや、よくね、玉木さん、党首として、その人間にすり寄ったなと思って。もう僕ね、それがマジで面白かったんですよ。うわーと思って、背に腹は変えられるというか、なんというか、失うものがないのか、溺れるものは藁をもつかむ。なりふり構わない。いや、面白いなと思って。もしかして玉木さんは、この二人の言動をご存知なかったのか。ないとしたら投資として問題だと思います。それで平気な顔して僕に会いに来てるんですよ。で、言っちゃうんですけど、ね、話題作りに僕の力を借りたわけじゃないですか。いや、大したもんだなと思って。その政治家姿勢。あえて政治家とは言わなかったですけど。ただ僕の、中では評価は上がらないですよ。そういう人間は。ね、政治家として一生懸命なところは
まあ評価はしてます。あ、必死だなっていう。ただ真の部分がどうなんだと、まあ、別にこの恨みをどこかで晴らそうとも思わないですし、あのただこれはいろんなところにんですけど、謝らない存在は許されないですかね。許しようがないですから、それだけは改めてこの機会に主張しています。いかがだったでしょうか。石丸氏は国民民主党の人物を具体的に2名挙げ、そのうちの1人鳩山氏には攻撃的というか、あ、僕のこと嫌いなんだなっていう投稿をしていたと、自身に対するパーソナルアタックに関してひどいですよと語っていました。また幹事長である新葉参議院議員についても触れ、都知事選後の記者会見での物言いが悪く言っている、ニュアンスのある批判だと感じたと話しました。そしてこのような自身のことを嫌いな人物がいる、国民民主党の党首である玉木代表がなりふり構わず釣り寄ってくる現象に党首として問題があると感じると述べていました。この配信に対して視聴者の声を見ていきましょう。石丸さんが感情的に〇〇が嫌いとか恨むとかいうことはないと思います。あえてミートアップで国民民主党のことを発信したのは意図があると石丸支持の皆さんも分かっていますね。そして変わる要素があるから、期待してるからあえて苦言を呈す。期待しないところは無視しますとも言っていますものね。結局はちゃんと自分の頭で考えて投票しないといけないってことですね。石丸さん任せじゃなく、石丸さんの毒にも薬にもなる立ち振る舞い、本当に人を引きつけるなと感服します。国民民主党支持だけど、確かに都知事選ではモヤモヤしてました。ぜぜひひと言いつつ、小池百合子にはこびている感じがしてなどなど。そしてライブ配信終了後、午後11時28分に玉木代表は自身の X、 また石丸氏のライブ配信のコメントにて謝罪を投稿しました。一部を引用し見ていきましょう。石丸さん、先日はありがとうございました。本日のライブチャットを見させていただきましたが、我が党の鳩山総支部長や新葉幹事長の発信で石丸さんが不快な思いをされたことを知りました。鳩山の発信については私も問題だと考え、本人に直接注意しました。改めてお詫び申し上げます。新葉については選挙前記者会見でも石丸さんのことを大絶賛していたので、改めてどういう意図だったのかきちんと確認して発信します。不快な思いをさせたことに対して党の代表としてお詫び申し上げます。この玉木代表の素早い対応についても視聴者の声を見ていきましょう。玉木さん、忙しいと思うけど直接会った方がいいかもしれないですね。玉木さん対応が早い、さすがです。私は玉木さんも石丸さんも両方好きです。鳩山氏には直接謝罪させるべきですが、新葉幹事長は誤解されていますね。広島一区は違和感といった部分もお互い誤解しているので、リハックで対談するべきですなどなど。それではここで都知事選前後の新葉幹事長の記者会見の様子を振り返り、何が事実なのかファクトチェックをしていきましょう。新しい政治の動きがこの東京都知事選挙でも見え出してますね。この東京都知事選挙というのは単なる都知事を決める選挙ではなくなる可能性がありますよ。日本の政治が動き出すと思います。自立通信の大塚です。はい、どうぞ。まず今ほど幹事長がおっしゃったその都知事選で新たな政治の動きが始まるというのは、どのあたりを見てそういうことをおっしゃってるんでしょうか。ネットや週刊誌においてもさまざまな記事がもう飛び交ってますけども、今いる候補者の中ではやっぱり小池さんが安定しているという都民の判断ではないですか。予兆を見ているとやっぱ小池さんジャイアント馬場だね。リーグの真ん中で堂々としてその周りをいろんな青コーナーから来るチャレンジャーが動いていると。何気になんか身長伸びてきた気がするね。あれ、まあ、七夕の日には2メートル9センチになるかどうか分かんないけど、やっぱり堂々としたチャンピオンだと思います。で、一発注目株は石丸伸二さんですね。
これネットを上手に駆使してる、まあ、昨日の玉木さんの会見でも玉木さんなりの論評をされてましたけども、今やっぱねマスコミも大事ですけど、マスコミよりも口コミなんだね。この口コミっていうのは、令和の口コミはネット上だから、この一人一人がつぶやいたり囁いている口コミがネットでバズってるのは石丸さんだね、これは。でやっぱね、良識な国民はね、今こそ正論求めてるんですよ。青臭いようだけど、石丸伸二さんの訴えているまさに正論、しかも新しい正論だね。古い政党や古い組織がもっともらしいこと言ってるんではなくて、新しい新鮮な正論を石丸さんが言っている。それに今の政治に辟易としたまっとうな有権者が期待を込めているんじゃないでしょうか。政策や演説見てると国民民主党に似てるね。教育問題をしっかり言ったりですね、次の世代への投資の問題言ったり、この選挙で間違いなく知名度を上げてると思いますよ。はい。ただ彼は首長よりも議会向きだね。先ほども言ったけど、首長っていうのは議会と対立したら何の得もないから、うん、そういった意味では秋田方氏のでの言動っていうのは新鮮で注目されてネット上で大きな注目を集めたけれども、議会と若干対立されてましたね、うん、だからそういった意味では爽やかな石丸さんがあれだけの正論をさまざまな古い政治や政治家からですね、まあ、政治は一掃するって言ってるんだからいいよね。我々も言ってる、ゾンビのような比例復活の制度なくそうって言ってるんです。我々はそれは比例で勝っといて違う政党にパッと行くと、次も自分も違う政党で就職活動のように国会議員やり続ければいいやという人たちが若干この界隈にもおりますけども、我々はそういうゾンビのような政党や政治家なくそうと、石丸さんも政治は一掃と言ってるわけだから、新しい正論がこれから求められるんじゃないですか。私は、まあ、小池さん、石丸さん、この二人がですね、注目されて、後半どうなっていくかと、そういう選挙になるんだろうと思います。共同通信の山崎です。はい、どうぞ山崎さん。都知事選について、はい、お伺いします。冒頭でも触れられましたが、まあ、石丸さんが躍進した、うん、先週の会見でもまあ一部評価されてたと思うんですけども、うん、まあ、この躍進した理由、この結果を受けてどういうふうにご覧になっているかということと、このまあ潮目が変わる中で、まあ、国民民主党としてはまあ地に足つけてということですけど、何か戦略の見直しとか、そういうことをお考えでしょうか。いや、まず石丸さんですけども、ネット駆使されたね。そして選挙参謀も上手だったんじゃないんですか。ただネットの中の石丸さんはいろいろ皆さんから評価されて、再生回数も回ったり、一部 YouTube はジャックされてましたね。これご自身がジャックしたんじゃなくて、結果的にいろんな方が切り取り動画載っけるんで、石丸さん一色だったけれども、選挙後の会見はちょっと怖かったね。メディアが政治家をあえて怒らせて本音を引っ張り出すっていう手法、これができる記者は大したもんですよ。で逆に石丸さんは記者を怒らせてたね。あれはいかがなんだろう。ちょっと私の思ってた石丸さんのお人柄とあの会見見ちゃうとちょっと引く人もいるんじゃないの。ちょっと怖かったね。あの前田明の長州襲撃事件みたいになんかいきなり蹴り入れてたね。いろんな記者さんにちょっとイメージ変わったんじゃないの。やはり政治家になるんだったらキリッとした対決も大事だけど、包み込む温かさと柔らかさも必要だからね。とりわけ首長になるんでしょ、なりたかったんでしょ、そして秋田方氏でやってたんでしょ。何度も言うけども、議会とガチンコで喧嘩ばっかしてたら予算も人事も条例も通らない。まあ、実際一期の途中でお辞めになって、で東京に進出されたけども、ちょっと違和感もあったのは、いきなり広島一区で立候補を考えてるって言ってみたり、まあ少し静観かな。どういう政治姿勢で何を目標にされているのか、
ただ個人的にはですよ、もう少し柔らかい会見というか、記者の皆さんに私自身の自戒も含めて言うと、記者の皆さんとそれなりの信頼関係を作ることも大事ではないかと感じましたね。いかがだったでしょうか。では当チャンネルの見解を述べます。まず新葉幹事長の記者会見についてです。都知事選直後、当チャンネルはこの記者会見を確認しており、その当時新葉幹事長はまだ石丸氏をあまり知らないのだなという印象を持ちました。例えば石丸氏をよく理解している大阪府知事の吉村氏や、フリーアナウンサーの古舘氏は全く異なる評価をしています。したがって新葉幹事長の発言には悪意や嫌味があるというよりも、単に石丸氏をよく知らない人の感想だと受け止めていました。次に石丸氏のライブ配信についてです。石丸氏は国民民主党内で自身に対する批判があるにもかかわらず、玉木代表がその意見を調整せず自分にすり寄ってくる点を疑問視していました。この疑問は対談後も解消されておらず、いくら政策に共感できても党内での一貫性に欠ける現状では信頼が揺らいでしまうということが言いたかったものと受け止めました。最後に石丸氏の国民民主党とその党首が嫌いですという発言についてです。石丸氏は単に批判しているのではなく、実際には自身の影響力が誤って利用されることに対する警告だと考えられます。自身の言動に影響されて支持するのではなく、政策や本質をしっかりと見極めて判断してほしいというメッセージを込めているのではないでしょうか。この発言を通じて視聴者や有権者に表面的な人気だけではなく、政治の中身を自分で評価することの大切さを訴えていると感じました。これこそ石丸氏の言う健全な猜疑心ということでしょう。皆さんはどう思いましたか。よければコメント欄で意見をお聞かせください。その上で当チャンネルとしては国民民主党に対する期待は変わりません。以前から各政党の考え方や政策を見聞きしてきた中で、国民民主党は日本の未来を真剣に考え、国民に向き合った政治をしている政党であると評価しています。確かに、鳩山氏の期待を裏切るような意味のない批判、パーソナルアタックには失望します。この点に関しては、今後の玉木代表のリーダーシップに期待し、そして党として正しい対応を、1、国民として要望し、引き続き注目していきます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。I want you, baby, boy.